ようやく機内で、ちょっと一言で言うみたいですね。チェックインはですね、パスポートを伝えるかざすだけで、えらく順調に行きました。特に検査ですか、そこら辺もすごいですよね。今日はもう、8月以来、半年と言ってない。今日のおつまみが、あと、我が家で、先ほど普段、ハマったと思ってましたけど、昨日、ハマ寿司って、これをプレモントでいただいて、機内満喫したいと思います。声のトーンが低いけどね。おはようございます。1日目ですが、今、本日のセブニーの方の飛行機に、パターンからですね、フィルトの北端、マヤコートまでは、レンタカーが出て、自分の運転手まで、直行で頑張って3時間ちょっと。まあでも、ちょっと疲れていく、1日休みで4時間ぐらいだったんで、で、その後、マヤコートから、バルパスクラインに、今日はね、バルパスクラインで、グレイシーチャンネル、めちゃめちゃ細くて、キュートな、ですよね。セブンマクタン空港に着きまして、レンタカーですね、ユーロカーで、車借りて、手続き中でございます。セブンをですね、10時頃かな、出て、2時間ぐらい走って、もうだいぶ近づきました。今回のね、嬉しい誤算はですね、じゃん。本当はね、すごい安いね、ビオスっていう、バイオスっていうのかな、ビオスっていうのかな、マニュアル車で一番安いの頼んだら、オートマのディーゼルのね、これイノーバかな、結構大きな車を用意してみました。お腹が空いたと、セレが言うので、みんな大好き、ジョリビーにやってきました。無事にマヤポートに着きました。2時頃着いてね、ここに車を2日間、3日間乗り捨てます。本当は元日レイテのパロンポンに渡って、パロンポンから高速船でセブンに戻りたかったんですけど、船のスケジュール見るとね、元日がね就航してないんですよね。その日は大体ね、こういうのをリクエストするんですけど、今日はおはようございます。マラパスクアで目が覚めました。はですね、すごく小さな島なので舗装道路があります。つまり車がないと。これは統計用サボンという統計用の鳥かな。あちこちで鶏が鳴いてます。今午前7時ちょっと回ったところなんですけど、せっかく大晦日なんで花火を買おうかなと思って、花火がこれを買っていこうかなと思ってます。あー、マドラス、ということで、なぜか一番船の頭の荷物置き場に座ると、このお方がおっしゃってますんで、そうなりましたと。まあ、海峡がいいことを望みます。今ね、まあ、観光客向けなので、島のいいところで最初に客を下ろして、まあ、今年もね、こうやって神奈川に来れたっていうのは嬉しい限りですね。今年は本当に大晦日なもんですから、サリサリがやってない。元気いてえな。イエーイ。当てにしてね、サリサリがやってなくて食い物が全然ないということだったんですけど、ここのオーナー、まあ、パーティーオーナーがね、俺のこと見たことある、俺去年も来てなかったっていうことで仲良くなって、誰かのパーティーにいただいて、食べ物がいっぱいでーす。いっぱいあります。いっぱいでーす。ユリアさんです。ユリアさん。サラマコ。僕らですね、この日本人3人はセブから来てる、数年知り合いまして、ちなみに僕はドローンをロストしてしまいました。やってまいりました。持ってたチョコレートは全部子供たちにあげちゃいました。同等の大晦日を超えて、元日の朝カップヌードルを
させていただいてます。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、さやん、わお。今午前8時ぐらいですけどね、一般的な観光のデイツアーのお客さんはまだ来る前なので、ちょっと逆光がきつくて映ってるかわからないけど、このサンドバーに人がいない、これはもう止まったものの特権ですね。昨日はねドローンを落としてしまった、はい、残った映像を見て判明しましたが、僕のミスだということが分かりました。ということで、まあ精一杯撮って GoPro と一眼でサンドバーの形状変わりましたね。まあ、今回の映像見てもらおうと思いますけど、彼らも多分あれって言うと思うぐらいひん曲がっちゃいましたね。で、先っちょに丸い浮島みたいな感じで砂面が出てたんですけど、それがもうないですね。まあやっぱ波に侵食されて変わっていくんでしょうね、形はね。いやちょっと待って、ストップ、ターンアラウンド、こんな感じです。誰もいません、最高。いやでも本当誰もいない。あ、日本人の友達さんに、宮本くん、それからハリヤさん、中島さんはもう日の出をここから見たと言ってましたけど、あの日中も逆光もいいでしょう。あ、めっちゃ気持ちいい。まだね8時ですからね、あと6時間ぐらいいなきゃいけないんですけどね。はい、ジュリアさん、ジュリアス、ビデオポ、今日はあのすごい食べ物とかいろいろお世話になりました。 Next year? Next year? Same? Same. December 31 to January 1st? Yeah, you know, okay, first. Okay. I will go to again. Thank you. Yeah, welcome. Salamat po, ジュリアスさん。どこにいるのかと思ったら、こんなところでくつろいでやがった。キティ・ジュリアス・タビニャマラミダ・パカエいや今ね奇跡的、俺も諦めてたんですけど、この一緒にパーティーやってくれた人がね見っけてきてくれた。で今 SD カードを抜いて一回水で洗ったんで、これを見てみます。今さあ行けるのかな、出てくるかな。 Oh! This is a microSD. This here. Wait. Yes, very good. Okay, I back up. 生きてました、SD が。一晩海に浸かってたのに。一応ね、データコピーが走ってるんで、データ生きてるっぽいっすけどね。今ね、とりあえずドローンはね、水洗いしてきましたけど、まあ水がそんなにないとこなんで、ちゃっちゃとね。であとはもう一回ホテル戻ったらがっつり洗って、日本帰って1週間か2週間乾かした後に通電してみようかなと。もう怖くて飛ばせないぞと。飛ばせないというのはどこで落ちるかわかんないはい、まあバッテリーもダメでしょ。2番ね、あ、2番じゃ、3番バッテリーがダメ。はい、そんな感じで、ちょっとね、これで映像残ってたらマジ嬉しいっすわ。先ほどですね、マラカナを出て1時間半、もうちょっとでマラパスカに戻るとして、はい、今日は月のバンカーで知り合った日本人3人の若者と一緒にセブンシティまで戻って、まあ、晩飯を食って帰ったかなと思ってます。おはようございます。今セブンマクタン空港にいるんですけどね、ちょっとやらかしてしまいました。飛行機に乗り遅れました。だからもう次の昼ぐらいの便を買い直しました。40分前に着いてるんですけどね、規定では30分で確か入れてくれるはずなんですけど、入れてくれなかったですね。まあしょうがない。でもすぐ3時間後ですかのフライトが取れたんで、まあよしとしますかね。まあ飛行機乗り遅れて、取り直したんですけど、まあ3時間ぐらいあるんでね、とりあえずじゃん、ジョリビーで腹ごしらえします。まあ、今回もいろいろトラブルありました。ドローンを墜落させてしまったり、またそのドローンがね、なんかわからんけど見つけてきてくれた人がいて、いや探してくれって頼んだわけじゃないんだけど、朝勝手に持ってきてくれたっていうね。その、まあ、昨日じゃない、大晦日お世話になった
そのパーティーやってたそこのオーナーのクルーの人たちですね。いや非常に助かりましたよ。まず映像だけでも救出できましたんでね、それが唯一の救いかなと。まあ機体はねもうねこの道買い替えなきゃいけないかなと思ってた機体だったんで、まあいいかなと。水はねドローンにはいろんなセンサーがついていて、こちら当然下にもついてるんですけど、水だとねちょっと反応しないんですよね。でもね今回はねそれ以上に楽しかったな。神奈川行くバンカーボートの中でね若い日本人の男子3人と知り合って、で結局昨日もね本当は彼らもう一泊マラパスカにいる予定だったらしいんですけど、まあ、俺と一緒にね帰ってきましたよ。あのマラパスカ経由でマイアポートがセブシティとで、みんなでご飯食べてね、昨日は解散しました。で今回一緒に来てるグレイス、グレイシーは飛行機のチケットが取れなくてですね、明日の便なんですよね。なのでもう一泊ホテル取ってあげてセブでエンジョイできるんじゃないかなという気がしています。もともと90分遅れって言ってたフライトがこれ2時間遅れだね。そんな感じでマニラに戻ります。おはようございます。今最終日のですね、もうだいぶ11時ぐらいですかね現地時間で。今朝起きてシャワー浴びてちょっとね、買い物してきてね、機内食としてジョルビーを僕と足立さんの分を買ってきました。あとは高峰さんにお世話になったんでちょっと楽しみに、あのお土産なんかを久々に買ってみました。ドライマンゴーとかねピーナッツ系とかね、おつまみというか、まああのお酒のつまみとしてはこっちのものって塩気が強いんで酒のつまみにはいいかなと。帰りの飛行機がですねどうも遅れてるみたいですね。出発が遅れたみたいですね。もしかしたらあの羽田の事故で、まあ成田と羽田では違うと思うんですけど、機材繰りなのかスタッフ繰りなのかわかんないですけどね。まあ ZIPA は JAL 系ですから、そういう意味では何かしら関係があったのかもしれないですね。ということで、もうそろそろお帰りモードということです。いやーなんか頼んだ覚えがないんですけど、そばが出てきちゃった、で水がついてて、ここにまだ足立さんからもらった飲み物いっぱいあって、でこの他にジョリビーがフルセットあるんで食い切れるかな。まあ飛行機乗ると入れるからね大丈夫だと思うんですけど、さっき撮影終えたつもりだったんですけど、実はカランガマンにね緑のタヌキ持ってったんですけど、僕はね元日の朝に赤いキツネを食べたんでまだそば食ってないので、まあちょうどよかったかなという感じです。明けましておめでとうございました。